はい、皆様どうも、マフロです。それではデッドバイデイライトやっていきましょう。はい、今日もデイリー消化のためにね、レベルは全然上がっておりませんが、ドクターで出陣いたします。殺人鬼側ですね。はい、デイリーの内容はショック療法を4回当てるということで、まあ当てるだけだから簡単かな。はい、でもレベルが上がってないんでね、パーク狡猾しか持ってないという。狡猾ドクターにあんま使えないよね。治療モードに変えなきゃ。余談ですけど、なんか準備のね、まああれなんですけど、4人に、あ、3回に1回ぐらいは絶対準備にギリギリまで終わらない人がいますよね。マジで。あ、当たんないか。もうちょっと近寄らなきゃ。久しぶりだから。あれ、スカルかそこ。あれ、結構こんなに近寄らなきゃいけなかったか。気がしたんだけどな。もっと当てたいな。あれどこ行った？4回は当てときたい。そろそろ殴るか。あ、どっか行っちゃった。よいしょ。ライト野郎が来た。これ横向いても、あ、かからないか。はい、OK、はい、遠いな。でも大丈夫かなこれ。OK。 チリが欲しい。あ、当たんない。もうそろそろいいか。当たんなかった。あれ持ってるからな。ライト持ってるから気をつけなきゃな。あれ壊すと絶対ライト当ててくるんだよ、壊そうとすると。それぐらいはやっつけたいな。
と最初にドクターの距離に戸惑っちまった。あんなに狭かったかな、もっと範囲広かったイメージがあったんだけど。あ、絶対助けに来るよね。まあキャンプはしないけど。あらら、助けられちゃった。見えてるね。あの人はもう汚染されてるから。見えちゃったんだもんね。別にこの人狙ってるわけじゃないな。すごくしてるわけじゃないけど、見えちゃったからね。助けに来てるな。どこだ、近くにいるよね。裏か、足跡があったもんだって。あそこにロッカーに隠れてたのか。惜しいな。まあ、深追いはしない。この人も終わりだもんね。すまんが、もうビーってなったから助けさせてもらうよ。あー、うちもうしゃあないな。助けられちゃった。これで終わりだな。一人もう終わりだから、殴るだけ殴りたい。ポイントポイント。隠れてないか。あとの二人はもう早く入ってくんねえかな。おった。まあしゃあない。まあでも出入りできたからよしとしよう。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。